ようこそ、セガ体験室危険室へ。今日は犬のご飯をあげるときに犬をどうしたらおとなしくできるかなっていうのに関して説明していくね。でうちの子、ご飯をあげるときに作ってよい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 用意してるとき、すごくバタバタするのね、昔。で、ジャンプしたりとか、その辺に回ったりとか、走り回ったりとかして、まあ人とぶつかったりとか、やっぱ後ろ足ジャンプばっかしてたらね、着地のときにね、後ろ足ちょっと悪くなれへんかなとか、人と接触したら人が歩いてる時とかにぶつかってちょっと危ないなとか、ね、そういう時にどうしたらおとなしくできるのかっていうのの説明と、実演を両方やっていきます。気をつけるポイント、気をつけるポイントとしては3つ、ね、この3つを守っていって、基本的に3つを守っていって、あとはその子その子に対してこれが合ってる、こうした方がいいっていうのは改良していかないといけないんだけど、3つをねちょっと説明していきますね。じゃあまず1つ、自分の飼ってる子に対してあれしなさいこれしなさいじゃなくて、この子が望んでほしい行動をするまで待つっていうのが一つね。バタバタしてる時にちょっと動いたらダメよとか、お座りしてなさいとかね、おとなしくしてなさいじゃなくて、何もしない、待つ、じーっと待つ。たとえ犬の方がねバタ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 しててもひたすら待つの、何もしないよ、ずーっと待つよ。その時にね、指示絶対しないようにね、目線とか、無言のプレッシャーでじーっと犬を見すぎたりせず、ぼーっと待つこと。まだかな、この子いつになったら自分のしてほしいことに気づくのかな、どうしたらいいのかな、自分で考えてみ、こっちからは何も問いかけないから、あなた自身が考えてみっていう風にさして進めていくの。次、2つ目のポイント、この子が自分の望む行動をしていれば、自分が次ご飯を作る用意をしていくね、こうやって今例えば伏せておとなしく待ってたっていうならば、次々とご飯を作る準備をしていくのね。でだん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 準備をしていくと。だからこの子が伏せしたら自分が動くよ、この子が、まあ、伏せじゃなくても待つでも立ってでもいい、おとなしくでもいい、吠えるっていう子がうるさい子であれば、吠えなくなってから人が動くね。そういうことにして、この子がまず何かいいことをして次人が動く、それまで人がね動かないからね。この子がいいこと、望むことをしてくれたら、じゃあ私が次ご飯を作る工程に動いていこうか、ね、それが一つ、二つ目か、二つ目で、次三つ目、褒めない、これが一つポイントになってくるよ。褒めない、犬っていうのは不思議なもんでね、褒めるっていうことをしちゃうと、もう終わったかな、もうそこまででいいんかなっていう風にちょっと思考回路が切り替わっちゃうのね。だからご飯食べる時のこの子のご褒美って何かって言ったら、まあ褒めてもらうよりもご飯を食べることが一番の目的なわけね。この子は褒めてほしいがためにご飯を食べるんじゃなくて、ご飯を食べたいからご飯を食べてるわけね、当たり前すごく大事だから、褒めちゃうことで、もう褒めたらもう終わったのかな、あじゃあもう自分好きにしますわ、またはねぐるぐる回ったりジャンプしたりワンワン言ったり、そういうのが始まっちゃうから、褒めずに自分の作業で次々進んでいく。自分の作業っていうのは、この子がおとなしくした次自分がまたご飯を用意していく、またバタバタしだしたら待つ、ね、待ったから、ちゃんと正しく待ったから褒めるっていうことをしちゃうと、作業を待つっていうのが途切れちゃうから、褒めずにこうねやっていこうっていうの、この3つのポイントを守って、基本的にはね3つのポイントを守っていけば結構おとなしくなりやすいので、じゃあ次実演やっていきましょう。はい、ではここから実演の方やっていくね。ちょっとか、犬の方を映さないといけないんで、自分の顔が見えないちょっと失礼しますね。顔見えない状態で失礼します。じゃあさっき言った守っていきたいポイントね、3つやっていくね。まずこちらから何も指示しないということでね、この状態、今これうち手作りなんで、犬用の肉と野菜と2つ分けて、これをこっちの方に入れていくんだけど、こうやってね、犬の方がわちゃ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 して落ち着かないときは何もしないと。そう、今ちょっと端見切れちゃってるな、あれさ、もうちょっと頑張って映るようにしようか。ほらやったら今みたいなんでやっていくんやけど、さあ見えるところにしてくれるかな。こうやってね、この子がとってほしい行動をしたら人間が作っていく。別にこの時褒めることしないよね、ずっと作っていくこと、ご飯を用意していく過程がこの子に対してご褒美になるから。でもしこの時にね、この子はある程度覚えてるので来ないんだけども、来てしまう子、こうもう用意でもしようもんならすぐに飛んできてしまう子、バコーって取ってきてしまう子なんやったら、まずね簡単にね
やれることを教えていった方がいいよね。ご飯、まあ今ちょっと肉取ったけど、こんな感じこんな感じ、こんな感じ勝手に来ちゃう子だったら必ず1個だけ取って取れないようにして、自分でこうなんか とりあえず頑張るのよ。どうしたらくれんねん、くれよこせ、これよこせ。でもこっち側は絶対グー開かない。別にこれも一つの方法やからね。またその子が荒々しくちょっと手をねこじ開けると噛みつくような子やったら別の対処せなあかんから、一つの方法はね。もうすごい頑張ってるね。ちなみにこれやるの今回が初めてね。このグージしてどうする、さあどれぐらいで頑張るんやろ、あの気づくんやろね、落ち着いたら食えるっていうの。自分初めてやから、この子も初めてやから今一生懸命頑張ってるわ。でこの時に人がね犬に対して何も反応しないことね、ダメよとか痛いとか何も言わないもん。はい、頑張ってありますわ。舐めたり、あの前足でこじ開けようとしたり。ちょっと気づいた。ちょっと離れたね。今やったら離れたらあげるでも別にいいよね。まず一生懸命。前足でガリガリ。お腹すいたんじゃ、いつもよりご飯作る時間遅いんじゃ。結構痛いね。これ痛い子やったらどうしたらいいかな。痛い子やったらちょっと手使いにくいように、あ、画面から外れちゃったしたらいいのかな。またそれもいろいろ考えなあかんね。ひっくり返ってみたりしてるね。下からやったら食えるんちゃうか。あの我慢できない子に我慢せえって言ってもやっぱ土台無理な話なのよね。まずこちらから問いか、こちらからの、ね、あの指示で我慢できへんから自分自身が暴れてるから、自分自身で我慢できるようなシチュエーションを作っていくこと、そういう考えが大事ね。我慢できないから、いや我慢しなさい、待っときなさいで我慢できるんやったら、おそらくみんなのねこう暴れるっていう行動は収まるんやけど、そうじゃないっていうことはやっぱりね、この子自身に工夫させて頑張らせて、こっちにそれに対してこちらが正しくね反応返してあげる、いいことしたらあなたの望みが叶うよ、ご飯が食べれるよっていう考え方の方がこの子に対しては落ち着きやすい、自分から落ち着きやすいっていう行動をね取りやすいかなと思います。まあまだ頑張ってる、一生懸命やね。まあお腹空いてるんでね、これぐらい頑張るよね。こうやって今待った瞬間にちょっとあげる。最初やったら今のぐらいでも十分やからね。あの本当に遠くまで待ってずっと待ったらあげる、なんか難しいことしなくてもね、ちょっと一瞬でもいいから動きが止まった瞬間にパッて開く。その時にね、偉いねとかは別に言わなくていい。一生懸命この子が頑張っていることに対して目を配って手を開くこと、あこれこれこれみたいな、下がったらあげるでもいいし、そしたらこの子はだんだん気づいてくるのかな。どうでしょうね。気づいてくれなかったら困るね。お、気づいたね。ほら、ちょっとこうやって。ちょっとずつ、なんか掴んできたよね。さっきは一生懸命ガリガリする時間が長かったけど、ちょっとしたらほら、伏せたね。ただ今度は伏せしたらすぐくれると思ってるから、伏せできる時間が短いよね。これちょっと長くするようにしてみれば、ほら、一瞬だけしかせえへん。これちょっと待ったらまた待ったよね。ちょっとずつできる時間を、この子やったら最初やったら 0.1 秒ぐらいしたのが 0.5 秒ぐらいに増やす。次1秒ぐらい待ってみるか。待てたね。っていう風にしてやっていくと、基本的にはどん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 この子自身が使っていくので、これ、ね、手のグッパーが出てきて、人の何かね、指示でご飯が食えるっていうのが理解できたら、こっちの方に移っていったらいいよ。今やったら野菜の方。さあ、用意するときにどうするのかな。画面から離れないでください。あ、伏せしたのに。アレイさん、もう一回お願いします。こっちの方に来てもらいます。ありがとうございます。ちょっとこれだけは指示するね。あの画面に映らないと何してるかさっぱりわからんから、今立ってるから動かない。あ、今はね、伏せしたらご飯作るよっていうスタイルで進めていってるよ。さあ、どうするんだろうね。はい、伏せました。じゃあ伏せしたら込めることなくご飯を作る。もしこの時に犬が動くようであれば、ご飯をガードしたり別のとこに置いて対処して、
どれぐらい対処したらこの子が食べ勝手に食べずに済むかっていうのは、そのご家庭ごとのワンちゃんでいろいろ試していこうね。ずーっと待ってるね。たまには動いてくれんとね、お手本なのか。ちょっと意地悪するね。ごめんね、意地悪して。こうやって立っちゃったら、うちの場合はガードしてね、こうやって。ここに対して叱りもしないし、ね、伏せしときなさい、待ってきて、待っときなさいよっていうのを言わない。この子が勝手に動いて、落ちてないかな。落ちてへんよ。っていうのもまあ見守りながら、あー、待って、画面外で伏せるね。はい、こちらでどうぞ。また画面の都合上映したけれども待つね。ね、不正したらご飯を作っていく。もしね、今ちょっと見え方の都合上、ビデオの撮影の仕方の都合上、床でやってるけれども、別にテーブルの上とかどっかの上でやってもらってもいい。難しかったら、上が難しかったら下の方がいいし、こうやって動いたら打ちやったらこうやって。これでもね、荒々しく来るんやったらすぐにどっか避難させた方がいいね、このご飯。何の話やったかな。まあ、荒々しく来るやったら、あれじゃん、見えないところではしないで、ね。ちょっと動かすけど、こうやってね、また伏せしたら、次ご飯の準備を進める。そうしたら自主的にね、こうやって埋まってるんで。よいしょ、して。まあ、動いちゃうとやっぱり人が動くとバタバタしちゃうけれども、基本的にこういう感じで進めていきます。はい、では今回こんな風にして、うわーめっちゃ待たれ。今回はこういう風にしてご飯の待て、どういう風にしたら待てがしやすいかな、自主的に待てしやすいかなっていうのについて説明と実演させていただきました。あれがご飯、でもこれね、手作りのご飯だけどもう欲しくてたまらんみたいなね。今回もね、ご視聴ありがとうございました。そしてまたね、何かありましたらコメントとかいただけると、それもね、動画化していけますので、よろしくお願いしますね。アレシャ、じゃあアレシャにご飯をあげて終わりにしたいと思います。ではありがとうございました。またお願いします。